先役のまなこです。今回は私家族の話に出演させていただくことが決定しました。私はこの家族の話に今回3回目になるんですけれども、お芝居もそうですし、人としても成長している姿を見せれたらなと思ってますし、このお話の本当に素晴らしいので、ぜひ家族だったり友達だったりいろんな方と見に来ていただけたらなと思っております。そしてまた東京公演と長野公演もありますので、長野の皆さんにお会いできることを楽しみにしております。東京の皆さんもぜひ見に来てください。以上、まなこでした。